せっかくなんでね、あのストーム4の、最新の、バトルシステムを今日、見ていただこうと思います。あくまであの今作ってる真っ最中のもんなんで、まだまだ見苦しいところがいろいろありますけども、そこは理解した上で、見ていただきたいと、思います。でまずパッと見で、今までのねストームシリーズと大きく変わったのが画面の、色作りだったり印象ですね。これらは、PS4、Xbox One、そして、今回の Steam で、ハイスペックの、表現になったおかげでできるようになった、いくつかの、表現のうちの1個です。でこれは日本が誇る、スーパーアニメーターって言われているセルアニメーションを作っている演出家の方々が何名かいらっしゃるんですけども、すごくこう特徴的なアーティスティックなやっぱ絵作りっていうので定評のある方々っていうものが、作られている絵作りっていうものを、我々研究をしまして、それを、リアルタイムポリゴンの描画に乗っけて今回、絵作りを、やらせていただきます。なのでより、テレビアニメというよりもこう劇場アニメですね、日本でいうところの、そういった劇場公開アニメのような、高級感というか、統一感というものが、今回もう一段階、高いレベルで、表現できたんじゃないかなと、思っています。そしてバトルシステムの、紹介になります。今回ですね、まあ、今出てるのが、最新の陸道の力を手に入れた、ナルト、そして、十尾の神中劇となった、オビトで、を今ちょっと操作してるんですけども、今まで以上に、コンボやね、アニメーションやエフェクトの気持ちよさっていうものは、こだわって、表現をさせていただいてますが、今回のバトルシステムの一番大きいところ、ちょっと順番に紹介したいんですけども、リーダーチェンジシステムっていうものが、今回実装、されております。今までだったらキャラクター選んだ後あくまで1対1で戦って、サポートキャラっていうのは、サポート攻撃しか、できなかったんですけども、プレイアブルキャラクターそのものを、横にいる、仲間たちと、切り替えながら、ご覧のように、プレイアブルとして、引き続き遊ぶことができるようになっています。ナルト側は、ナルト、そして、サスケ、そして、サクラで今パーティーを組んでるんですけども、全てが全て、リアルタイムでこうやって切り替えることが、できて、コンボをつなげることができます。で相手側ですけども、人中劇のオビトと、マダラですねが、ツーマンセルです。こちらは、2人で、切り替えながら、攻撃ができるようになってます。でもちろん切り替える、ことはできるんですが、いつでも自由にっていうわけにはなかなかいかないので、一度切り替えたらちょっとクールタイムみたいなものがね設定されて、何度も繰り返しは、チェンジはできないようにはなってるんですけども、まあ、この辺はちょっとまだ、調整してる最中でありますけども、うまくプレイヤーの組み立て次第では、3人のこの、組み合わせで、次々にキャラクターを組み替えながら、今まで以上にこうコンボを当てるっていうことが、戦略的にできるように、今イメージして、作っています。はい、で、あともう一つ、今回今実装中のシステムを紹介しようと思うんですけども、今まで例えば、今回見ていただくのはカトン術なんですけども、カトンの術で、ダメージを食らうと、一瞬体に火がついて、決まったダメージが、相手に行くと、いうものが多かったと思うんですけども、今回は、その炎が、衣服に、引火をします。で体に炎がついて燃えてですね、燃えてる間っていうのは、ちょっとの時間、燃え続けます。でその間わずかですけども、ダメージがちょっとずつこういきます。なのでこの燃えてる時間っていうものを、短くするための、プレイヤーのアプローチっていうものがいくつかありまして、例えば、体についた、炎を、少しでも早く消すためにプレイヤーは例えば忍者ムーブなんかを使って、ジタバタすると、炎が早めに、消えてくれます。でもし、ステージによりますけども、例えばステージの中に水たまりや川なんかがあるステージに行くと、そこにこう飛び込んだり、ダメージを食らってバシャシャッとこう食らっていくと、ジュッと、炎が一気に消えますし、もう一つ、方法があるのが、炎が、引火した時に、今回入った、リーダーチェンジシステムでキャラクターを変えると、一気に、この炎がリセットされ、ゲージは次のキャラクターのものになりますので、一気に、この炎のダメージを、消すことができる。ここも今調整している最中でありますけども、今回こういった、自然現象ですね、炎だけでは実はないんですけども、こういったものを、よりこうリアリティ持って、バトルの中で、プレイヤーがこう戦略的に組み立てられるように、しています。で、次なんですけども、じゃあどうしようかな。
帯とマダラ側で、見てもらおうかなと思うんですけども、今回はまあ、前回からバトルシステムに対する要望をいただきましたので、奥義そして、覚醒、そして、まあ、前作でいうところの、まあ、コンボをまあ、サポートですね、サポートドライブで、仲間と一緒にコンボを組み立てるって部分も1個の、バトルシステムの中に今回入ってます。なので、まあ、例えば、まあ、マダラ、オビトの方でちょっと覚醒してもらいますけども、覚醒すると、今回キャラクターが、複数いますので、同時に、いる、仲間のキャラクターも、覚醒をします。で、オビト、人中劇のオビトが今これ覚醒状態なんですけども、ここで、リーダーチェンジをしてもそのまんま、覚醒状態の、まあ、マダラですね、完全体質作能の状態でリーダーチェンジが、できると。なんで今回は覚醒も結構積極的にリーダーチェンジ、やりながら、まあ、コンボの組み立てに、まあ、非常に強力な攻撃なんですけども、まあ、組み立てができるように、なっています。で、あともう一つ、覚醒をやりながらですけども、まあ、奥義も、そのまんま全キャラクター分、持ってますの で、 であと組み合わせによっては合体奥義も発動しますが、奥義ですね、このまんま、バトルの中で、発動することができるようになってます。ちょっとじゃあせっかくなんで人中劇の帯との、奥義なんかも見てもらいましょうか。絶望を味わえ、ウナボコの剣消えろ。はい、これ以外にもね、いろんな、最新システム、今回ストーム4では、新しい、アートワークとともに、いろいろ、実装中、ですので、ぜひ、これからのね、新情報もちょっと楽しみにしてほしいなって、思います。ぜひ、皆さん期待して、待ってください。以上、サイバーコネクトの最新の開発の現場からお送りしました。 See you